自動車の製造はもうバイアウトしちゃう、中国の会社とかにバイアウトしちゃうぐらいでもいいのかなっていうぐらいに思って、僕トヨタはやっぱ変わらざるを得ないと思っていて、まさにあのパソコンが出てきた時の IBM にすごく状況がものすごく似ていて、もう世界の巨人だったわけですけど、その巨人の産業そのものが要はオフコンの市場が終わったのと同じようにガソリン自動車の時代は終わるんですよ。だからそこに対応しなきゃいけなくて、でもガソリンエンジンがコアテクなんで、トヨタも日産もそうですけど、既存の自動車メーカーっていうのはガソリンエンジンを作るのが大変なので、彼らは競争力を維持していたので、それが大変じゃなくなるわけですよね。そうするとその優位性が一気になくなるわけですよ。だからすごい危機なんですよ。で僕は個人的に言うと、トヨタはまあ何だろう、今業態変換しようとしてやってますよね。そう、業態変換はどうなるかっていうと、はい、その今、ね、富士の麓に作ってるスマートシティ、はい、つまりモビリティを核にした街づくりのコンサルティングソリューション提供っていう、まあだから IBM が企業向けのソリューションサービスに業態転換したのと同じように、僕はスマートシティを作る事業というのがトヨタの業態転換にはすごく向いてるんじゃないかなと個人的に思っていて、もうむしろその自動車の製造はもうバイアウトしちゃう、中国の会社とかにバイアウトしちゃうぐらいでもいいのかなっていうぐらいに思ってます、はいはい、正直まさに IBM がそうだったわけですもんね。で実際にトヨタの社長さんはそのぐらいのイメージ持ってる可能性ありますよね、それはその周りは分からないけどね、周りは分からないですけどね、でそのガソリンエンジンのコアテクの部分をさらに昇華させていくとロケットになるんですよ、ロケットに投資することもすごくメイクセンスすると思うんですよ、